第4試合は今大会唯一ラインナップされた女子の一戦となります。女子アトム級3分3ラウンド、青コーナーが紀宝19歳です。対するはチャン・リー30歳、ともにここまでなかなか勝ち星がつかめないという状況でこのリングに上がってまいりました。さあ熊田さん、はい、唯一の女子の一戦ということになりましたね。もう最近の女子の選手すごい可愛い選手、やっぱ写真集出している菅原美優選手もいますし、可愛らしいんですけど、リングの目に立つと全く表情も変わりますし、性格も可愛いんですよね。そうですね、うん、その中でゴングと同時にお互いコーナーからのしのしと前に出ていきました。さあ石川さん、はい、この試合どんなところ注目されますか。もう一戦ごとにね、チャン・リー選手は自分でね、明確なテーマを持ってリングに上がってるなというのが最近すごくわかるんですよね。やっぱチームキングスに移籍したことでね、一戦ずつのね、明確な進化本当に感じてます。もう以前のチャン・リーではないと、そして、ね、もう言い切ってこのリングに上がっています。はい、ただキホのパンチがいいですね。そうですね、キホ選手もちょっと前の、チャン・リー選手に似てるんですね。ああ、パンチも蹴りもバランスがいいんだけど、ここでもう一皮向けたいっていうところなんですよね。で、そういう意味で言うと、ちょっと前に少し前に一皮向け始めたチャン・リー選手、うん、でここでそういう意味で言うと、キホ選手はここでチャン・リー選手を超えたら大きなキャリアアップになるんじゃないかなというふうに思ってますね。確かに、はい、キホはプロキャリア9戦目なんですが、このクラッシュではまだ勝ち星がありません。さあ、河原田選手は、まあ、この試合も含めて昨今の女子戦線というのはどのようにご覧になっているんでしょうか。そうですね、どんどん選手も増えてきていてすごいなと思いますね。今この試合見てても、まあ、両方一発で倒してやろうという気持ちが伝わってくる試合なんで、ちょっと面白いですね。そうですね、これ近くなってもお互い休みません。近い距離でパンチ、そして膝を出し合います。前回の山田真子選手と戦った時に、左手を前に出してこさせないようにという作戦を練ってきてたと思うんですけど、なんで今回のキホ選手との戦いもどんな作戦を立ててきたのかなと楽しみです。石川さん、ここまで戦いぶりご覧になっていかがですか。はい、そうですね、圧力をかけるっていう作戦なんですね。キホ選手は体格が小さいので、パワー圧力をかけて手も削っていくっていう作戦なんです。あ、今カフキックですか。バランスを崩しました。チャン・リーの右のローキック、カーフキック、キホのこの左の前足、力強さが、ね、上がってますよね。上がってますね、はい、右のストレートです。チャン・リーは、石川さん、手足が長いですから、はい、割とこう距離を取ったところからでも届いてくるんですよね。そうですね、はい、でこのキホ選手はどういうふうに、ね、この正面から受けずに回っていきますといけるかというところ、それなかなかこの圧力プレッシャーが強いものですからね、そう簡単にクリアできないですね。キホはスタミナとフィジカルを強化してきたと話をしました。これはノーダウンです。今のはこれ河原田選手、はい、これカーフですか。今カーフだと思いますね、はい、あ、これですね、嫌がってますね。足から崩していこうというチャン・リーです。これ実際河原田さん、はい、カーフを蹴られるとどういう痛みがあるんですか。そうですね、慣れてくればなんかいろいろ対策があるんですけど、慣れてないとやっぱどうしても対策できないと食らっちゃいますね。あ、そのまま食らってしまうと、はい、残り10秒を切っています。あ、ここも右ハイキック、さらにハイキック、下上と打ち分けてきますチャン・リー。ここで第1ラウンド終了です。石川さん、印象いかがですか。はい、体幹軸の強さがやっぱりチャン・リー選手はちょっと上なのかなと立ち上がりました。はい、キホ選手はこれね、おそらくカーフキックダメージまではいってないんですけど、やっぱりバランスで崩されてしまう、倒されてしまうっていうのはやっぱり精神的な部分でもスタミナ的な部分も削られるので、このまま続くと中盤以降もどんどん劣勢になってしまうかなと思って、ね、その前になんとか、はい、突破口を見出したいですよね。こちらキホは、はい、正面からそのチャン・リー選手のプレッシャー圧力を受けないように戦いたい、試合を組み立てたいですね。さん、はい、第1ラウンドご覧になって印象いかがですか。キホ選手パンチキック前蹴りでもやっぱりバランスがいい選手だなと思ってたんですけど、今日ちょっとフラついているようには見えましたね。ああ、そのあたりいかがですか。そう、やっぱりそこの、ね、圧力ですよね、うん、圧力があるとやっぱどんな人間でも焦りますよね。焦ると自分の実力、呼吸が荒くなりますよね。そうすると、やろうと思っていることがなかなかできなくなってしまいますよね、うん。逆にそうさせているわけですよね。そうですね、はい、さあ第2ラウンドです。この体
立ち上がり、第1ラウンドの立ち上がりはお互いパンチから試合に入っていきました。でもね、あの川原田選手もまさにそうですね、常に重心低くガードを固く構えて常に相手にプレッシャーをかけながら戦う、まあ、そのあたりは川原田さん、はい、意識されてるんですか、自分のペースに相手をこう飲み込んでいくというのは。そうですね、自分のペースに飲み込めるまでは下手に技を出さないようにはしてますね。はあはあ、そのあたり、今度はチャンリーが左右のパンチ前に出ていこうとします。バックハンドブロー、ハラリーは昨日チャンリー選手ちょっと入り込むときに右のガードが甘くなっちゃうんで、そこに左フック合わせられたらちょっと危ないかなと思っちゃう。時穂選手パンチで倒せるパワーありますもんね。それここまではその基本のパワーをチャンリーが封しているという展開です。まあ、右のハイキックは先ほどからガードできています。ただ石川さん、あのハイキックもずっとガードの上からもらい続けるとダメージありますよね。そうですね、はい、あと蹴りで飛ばされちゃうというのは本当にね、精神的にもなかなか入りにくくなっちゃいますからね。そしてこの右のカーフキックがありました。こちらチャンリーです。攻撃の手数がやっぱりチャンリー選手の方が上なので、今日選手はつなげたいですよね。打ったら動く、打ったら動くということをつなげることで少しずつチャンリー選手を削れる、ちょっと自分のペースになっていくんですけど、少しも単発だと、チャンリー選手の圧力から逃れられないんですよね。前蹴りです。何で一瞬捉えたか。まあ、ただここも下がらず前に出続けるのはチャンリー。まもなく第2ラウンド2分が経過というところです。右のミドル、あとは石川さん、こうチャンリーが攻め続けてスタミナがどうかですよね。自分ペースにできているので、こういう時は大丈夫です。ああなるほど、はい、あのスタミナがどんどん、ね、なくなっても自分ペースだと大丈夫なんですよ。練習の時ってサンドバッグでも何でもミットでもどん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 追い込む練習してますからね、はい、自分ペースだったら平気なんです。川原さん、そういうもんなんですね。そうですね、自分のリズムが全然疲れないですね。まあ、チャンリーが徐々にそのペースにしています。ちょっと今日がまた防戦、このプレッシャーに下がる場面が増えてきました。チャンリー選手はしっかり蹴れるというのは大きいですね。前蹴り、ハイキック、あとロー、カフキックですね。右のミドル、ここ入ってこようというところ、そしてパンチです。蹴りがしっかりやるからパンチもしっかり当たる。いや、熊田さん、ちょっと今日が、ね、苦しい展開になってきましたね。そうですね、おでこ前に突き上げて前に入っていきたいですけど、ここもパンチに下がらされてしまう。ロープを背負わされます。残り10秒、第2ラウンド。なんとかこう近づいてですね、スペースを潰してという基本なんですが、鼻から出血も見えます。ここで第2ラウンド終了です。川原田選手、はい、第2ラウンドはどのようにご覧になりましたか。そうですね、ちょっとチャンリー選手のペースかなというところはあって、石川さんがおっしゃってたように、やっぱりこう攻撃当てて出入り出入りとフェイントをしっかりうまく使っていけばいいのかなと思うんですけど、やっぱりこうリズム掴まれている分、ちょっと自分のペースに持っていくのが強制的に難しいのかなと思って。これこうなると選手心理として基本の立場に立った場合、小原田さん、はい、第3ラウンドは何を考えて入っていくでしょう。自分はしていることはもう0対0って思って、もう1回1ラウンド目からっていう気持ちで1ラウンドしかない試合と思って臨みます。なるほど、石川さんいかがですか。いやいいメンタルですね、やっぱり川田選手は。そうですね、今日選手は本当にそうですね、もう決死で何か例えばもう足を固めて打ち合うとか作戦を大きく変えないと、やはりこのパーツも、チャンリー選手が上回っているので、何か変えないと、このまま3ラウンドでも同じ展開ですね。大胆に変えなければいけないということですね。そうですね、はい、もう完全に自分からパンチだけの打ち合いに挑む。はい、はい、さあファイナルラウンドです。そうですね、蹴りだとどうしてもやっぱりリーチがチャンリー選手のがあるので、入り込んで打ち合うとか倒しに行くっていうぐらいの作戦を変えないとなかなか展開は変わらないですよね。その中でアーセコンドからも下がんない下がんないという声が飛んでいますが、近い距離だったらチャンリーも望むところでしょうか。二段蹴りです。あ、やはり熊田さん、第3ラウンドもチャンリーのスタミナ落ちませんね。勢いがありますね。でも基本さん、やっぱり体重を乗せてパンチを繰り出せば倒せるものを持っているので、まだ分からないですね。気持ちは全然切れてないですね。そうですね、はい、ペースは掴まれてしまっているので、そこでちゃんと気持ちは折れてないです。中央もつれ合います。チャンリーとしてはなんとかこの勝ち負けのループから出したい、一つ勢いをつけたいところです。望みの負傷欠場によってチャンスをつかみました。ここを2022年一つ大きなステップに変えることができるか。チャンリー対する基本、早くこのクラッシュ一つ
つ結果が欲しいところです。まだクラシックリングでは勝利がありません。プレッシャーをかけて前に出ていく右のミドルキックはチャンリー。やはり3ラウンドも手数はチャンリーか。2段蹴りです。そうです、どうしてもそうですね、あのチャンリー選手のプレッシャーを受けながら攻撃を返しているので単発になってしまうんですよね今日。そうですね、そうするとどうしてもその後にこうチャンリー選手の連打が来てしまうので、はい、キホ選手昨年だけでも4試合も戦ってるんですよね。そうですね、昨年2月このクラッシュ初登場しました。ここまで4戦して2敗2分けという状況です。あ、パンチの連打はチャンリーだ。しかしキホも倒れません。田原田さん、はい、チャンリーとしてはここまで攻めていれば一つぐらいはダウンという気持ちも出てくるでしょうか。そうですね、でもキホ選手も全然気持ちが折れてないんで難しいかと思いますね、倒すのが結構、はい。そうするとこう戦いながらですね、もうこれはポイントを積み重ねて勝とうという作戦に切り替えるのか。そうですね、なんかボディに打ち替えたりちょっと作戦をいろいろ変えてみるのもありかと思います。そうですね、ずっと自分から攻撃をするチャンリー選手も素晴らしいんですけど、相手のキヨ選手の攻撃を誘うことでカウンターだったりとか、ハイキックを合わせるとか、そういう風にできると倒す技に変わりますよね。なるほど、はい、それが残り40秒で出てくるかチャンリー。逆に逆転があるのかキホ。キホの目は死んでいない。左のパンチ一瞬チャンリーが止まったか。残り30秒を切っています。ファイナルラウンド、チャンリーは自分の世界に入り込んで試合が終わった時に自分が納得いくような勝ち方をしたいと話をしました。さあ残り15秒、それをしっかり出し切ることができるか。逆にキホは残り10秒、最後に振り絞ることができるでしょうか。時間がありません。ファイナルラウンド第3ラウンド、お互い近い距離パンチを出し合ったところでゴングです。3分3ラウンド戦い抜きました。お待たせいたしました。判定です。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ島村30対28、赤チャンリー。左のチャンリー。ジャッジ山根30対28、赤チャンリー。ジャッジ白崎30対27、赤チャンリー。以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナーチャンリー。一人のジャッジは30対27をつけました。はい、フルマークだったんですね。そうですね、石川さん改めていかがですか。はい、チャンリー選手の、いい意味での圧力からの荒っぽさ、それをジャッジがマークしたんですね。でもキホ選手は、ね、最後まで下がらなかった気の強さは光ったので、これでこういうもキホ選手のこの荒っぽさを、こういうね敗れてしまったけどこのチャンリー選手のために習うっていうとあれですけども、そこを、ね、身につけたらまたこのクラッシュで勝てるように選手になるかなと思います。熊田さんいかがでしたか。いや、 やっぱり最後まで諦めないキホ選手の姿感動しました。かっこよかったです。まだ19歳ですからね。カラド選手、チャンリー30歳、まだこう伸びしろ見せたんじゃないですか。そうですね、いつもよりアグレッシブに前に攻めてたと思います。そうですね、もっと欲を言ったらこのチャンリーといえばこれっていう武器を次は期待したいな。次のその段階に今いるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、まず今日に、ね、はい、そうですね、代打参戦でチャンスをものにしました、はい。今年の女子フライ級、失礼、女子アトム級戦線面白い存在になってくれそうです。女子アトム級の一戦はチャンリーがキホを判定3対0で下しています。静